ビバイ焼き鳥は、鶏肉と、鶏レバーや、内卵、砂肝、砂心臓、金管などの内臓を、玉ねぎで挟み、一つの串に刺して焼く、北海道ビバイ市独特の焼き鳥。ビバイ焼き鳥とも表記される。ビバイ焼き鳥ビバイ焼き鳥は、日本7大焼き鳥の一つで、主な特徴としては、持つ串と呼ばれる鳥の様々な内臓部位を使用し、一つの串に刺して焼いた焼き鳥で、 ビバイ市の郷土料理とされている。塩、胡椒で味付けするのが一般的である。鳥の内臓を捨てずに大切に食べる明治時代の知恵がビバイ焼き鳥に生かされているとの文章もある。ビバイ市の三船福太郎が昭和30年代に飲食店三船で始めたという情報がある。当時のビバイは炭鉱労働者が多く居住しており、それら労働者の食として人気となり、 それがこの地方に定着した。なお、創始者の名字を冠した元祖ビバイ焼き鳥三船では、その前の昭和の初めより、三船福太郎がビバイ焼き鳥を始めていたとしている。現在では、ビバイ焼き鳥の中でも、三船、鳥の家、辰美、福吉が主なビバイ焼き鳥の直系伝承とされている。その他、札幌市内を中心に公式ではないが、ビバイ風焼き鳥になる。 ビバイ焼き鳥を模した焼き鳥も存在する。ビバイ市だけでなく、札幌市や、その他の地域にもビバイ焼き鳥の店が存在する。ありがとうございます。